はい。それでは行列式の性質と計算ということで、これまで見てきました行列の定義。まあ、性質による定義ですね。で、まあ、形、具体的な形を書いてきましたけれども、まあ、具体的な形をそのまま計算するわけにはいかないですね。N の解状通りありますから、4次の行列式でも24個の項を計算すると。それいちいち符号を調べているとかやってられないので、まあ、効率よく計算するには、やはりその、元々の定義にあった性質、 と、それから、まあ、発生してくる、もう少しいろんな性質ですね、を使って、えー、計算していきましょう。ということで、ここでは行列式の性質と、それからそれを用いた計算についてまとめていきたいと思います。まず最初に基本変形と行列式ということで、A を、まあ、このように、ね、えー、列ベクトルで書いておきます。はい。行列式は、まあ、列ベクトルの組 N 次元数、NG、えー、正方行列の行列式は、N 次元数ベクトル N 個の組の 関数というふうに考えることができました。で、基本変形ですね。えー、基本行列 P イコール PNIJC とか Q, Q イコール QNIC ですね。R はまあひっくり返すやつですね。えーまあ、このように3つ置いておきます。そうすると AP というのはですね、えー、IJC なんですけども、これは何かというと、まあ、I 行 J 列の成分が C ですから、右からかけると J 列に変化が起こるわけですね。で、 え、右からかけて J 列に変化が起こるわけですが、どういう変化が起こったかというと、J 列に I 列の C 倍が加わるということで、あの、変わらないところを点々点で書いておくと、まあ、このような形になるわけですね。で、これを線形性を使う、この J 列のところのこの線形性を使って、J 列のところの,この線形性を使って、え、分けます。そうすると、まあ、AJ だけのやつと、それから CAI だけのやつになって、この C 倍も外へ出ると。 これはま、線形性を使った結果ですね。で、ここで AI がもう一回出てきたんで、対価性使って、ここが消えて、ゼロになって、A だけ、A 結果的に、A と、これはゼロですね。ここはゼロになるので、A と等しくなると。まあ、こういう結果ですね。ということは、要するにですね、基本行列のうち P 型のやつですね。PNIJC 型のやつは、かけてもですね、行列式が、値が変わらないということですね。これは要するに、列基本変形を使って、 で、なんか簡単な行列式に、行列に変形していくと、あの、行列式の計算が楽になると。あの、もうちょっと詳しく言えば、0を作るということをやればですね、あの、0がたくさんあればあるほど、行列式の計算で楽になりますんで、まあ、それを詳しく後でて,てみますけども、まあ、そういう0を作るということをやっていくとですね、まあ、吐き出しによってですね、えー、行列式の計算が簡単になると。か次はですね、えー、AQ ですね。Q は、あまあ、I 列目を C 倍するということなんですけども、これはまあ、そのままも、も 線形性、ズバリそのもですね。線形性のうちのスカラーバですね。配列が CY されてますんで、値は CY になるということですね。これだけのものですね。はい。配列の、配列に関する線形性と。それから今度は入れ替えなんですけど、これはあ交代性そのものですね。はい。ということで、えっと、まあ、基本的にはですね、この、えっと、線形性と対価性。それから線形性。それから交代性と。 まさしく行列式の定義に出てきたやつをですね、そのまま若干組み合わせるだけでですね、この基本変形によって行列式がどう変わるかということがの視点で見ると、まあ、まとめることができるわけですね。はい。で、まあ、目標なんですけども、まあ、基本変形では基本をその、えー、階段行列にするということなんですけども、正方行列の場合は、階段行列というのは何,何か言うたら、まあ、三角行列なんですね。 三角、こういう、まあ、これ階段なんですけど、こう階段なんですけど、まあすさ、ちょっとおかしいな階段になりましたけど、こういう三角行列になるんですね。で、三角行列なんですけども、これ今下、下半三角とか下三角行列って言いますけど、この形の行列の行列式は、えー、対角成分をかけるだけでよろしいということですね。まあ、これは、あの、後でもちょっと、えっ、ー、と、基本、これさらに基本変形で、まあ、ま、 え、こう計算するっていうのを説明しますけども、えー、まあ、行列式の形を想像してもらってもこれ実はわかるんですね。はい。え、行列式の形を想像してもらうと、どういうものだったかというと、1列目からなんか、えっと、選ぶんですけども、例えば1列目から、この1行目の成分 A1 を選ばなかったとすると、まあ、この中のどれから選ぶわけですね。そうするとですね、この2列目から N 列目から1個ずつ選ぶときですね、これと、あのー、 全く被られないようにするわけにいかないわけですね。これ N-1 行あって、ここにも N-1 行ありますから、ここからもし選んだとすると、どっか必ず被っちゃって、そこで、あの、そういう子は消えちゃうと、えー、いうことになりますよね。なので、えっと、これは、あ、消えちゃうおかもしれない。あ、えっと、これは違いますね。えっと、あ、そうですね。まあだから、あの、消えちゃうというのは、そこの被ってしまうんで、えー、ど、ここは例えば、A3 をここから1列目選んだとすると、 えっと、A3 が選べないんで、どっかのところで、こう A3 を選ぼうとしたら A3 選べないんで、こ、っちの1行目から選ばざるを得ないんですね。そうすると、その項は0になると。いうことなんで、えー、行列式の形の中で、えー、1列目からもし1行目以外のところが取ったような項は、あの、ここの1行目から、どっかから必ず1回取らなあかんので、えー、ちょうど1回ですけど、まあ0になっちゃうと。いうことで、こう A1 を取らんとあがる。 そうすると、この2列目からですね、えー、まあもう、1行目は取れないわけですけども、2行目から N 行目の中からどれか選ぶわけですけども、その時にまた、えっと、2, 2行目以外から選ぶとですね、どっかこの、えっと、例えば3行目から選ぶと、ここの、えっと、3行目の0のところかどっか1箇所選ばなあかんってことになって、そうすると、あ、2行目ね、2行目のどっか0のとこか選ばなあかんってことになって、そうすると、まあ結局、あの、 ゼロになると。いうことで、結局ですね、この対角線を選んだ、つまり対角線を全部かけた項ですね。これしか残らないですね。はい。まあ、注意深く考察すればそういうこともわかるんですけども、まあ、そんな難しいこと言わなくても、まあ、難しくはないんですけど、難しいこと言わなくても、えっと、次のような、まあ、例を見てもらってもわかりますよう、ね、に、計算でもわかると。で、この例ではですね、この三角行列の行列式が対角成分かけたものになるっていう要素をですね、具体的な数値でちょっと、えっと、シミュレーションしてるわけですけれども、 え、一列目のこの005ですね。これ、あの、簡単なんで5を外出しておきます。001ですね。で、ここでですね、この列変形 OK なんで、これを吐き出します。と、ここは32が0になるわけですね。そうすると、こういう形になるわけです。はい。こうですね。これは、えっと、まず5倍を吐き出して、で、これを吐き出すと。 と吐き出したがこうなりました。次は、この3ですね。これ3素と出します。5×3 で15です。この15は 5×3 ですね。これをかけています。で、結果ここ1になって、この1を使ってまたこの2行目を吐き出しすると、はい。これを使ってこう吐き出しすると、こういう形になるわけですね、はい。で、最後200ですから2倍前出すと、30になって、30×111。これ単位行列ですね。ということで、 はい。これは30と。つまりこれ何をしたかというと、まあ、結局対角成分を全部かけていることになるわけですね。はい。ということで、上半三角も同様にですね、あの、同じことで、まあ、上半三角の場合は、この左からやあの、左の 1, 1列目からやっていけば同じことですから、あの、行列式が対角成分の積,積になるということが、まあ、わかるわけですね。で、えっと、まあ、これも、これはまず、その例。ちょっと、ま場所がなかったので、2次で、えー、略しましたけど、同じことでできますと。 ということですね。はい、それでは例題やってみましょう。列基本変形を用いて次の行列式を計算しなさいということですね。はい。まあ、いきなりちょっと複雑なのはちょっと大変なので、0たくさん入れておきました。はい。ということで、えちょっとやってみてください。 それでは解説をしていきましょう。方針としてはですね、列,え列基本変形によって階段行列に、ね、変形するということなんですけども、まあ、正方行列ですので、階段行列ということは、すなわち三角行列ということですね。なので、先ほどやったように対角成分の積を取れば答えが出てくるということですね。ということで、基本変形の時のまあ符号の変化とか、そのあたりだけ注意しながらですね、変形していきましょう。まず、一音成分で、この第一行を吐き出しします。 ここで吐き出ししてですね、ここをロにクリアして、まあ、こう入れ替えていうことをやっていくわけですけども、はい。まあ、このような形で三倍して、4列目の3倍を引く、2倍を引く、4, 4倍を引くということで、このような形になります。で、えっと、階段ですから、こういう階段にしたらい,いので、この一をですね、4列目を1列目に持ってくるために交換します。 で、ここで交換ですから、入れ替えは符号が変わるということで、マイナス1倍が出てきます。で、マイナス1倍のこういう形になって、今度はですね、22成分を使って第2行を吐き出ししましょうということですね。はい。そうするとですね、ここが00になって、こうなります。で、まあ、本来ですと、ここの今度は33成分を使って第3行を吐き出しとかなるわけですけども、 もうこ,こですでにこうたまたまここ0になりましたんで、えー、これいらないわけですね。ということで、えー、まあたまたまうはもともとこう0、0、20と一緒にちょっと簡単な形でしたので、まあこういうことになりましたので、えー、これですね、あのー、三角行列ということになりましたので、の対角成分を全部かけてやればいい。この部分はかけてやればいい。ということで、かけてやって、それに先頭のマイナスをつけてやると、答えは、はい、4ということになります。 皆、はい、さんできたでしょうか